カップ麺は何がおすすめですか？俺あんま食べないんだけど。カップ麺は、でも、コンビニじゃあんま売ってないかもしれないんですけど、一番美味しいのはニュータッチっていうところのシリーズ。ニュータッチ。凄麺、あー、凄麺って聞いたことあるな。そうです、そうです。それの仙台辛味噌ラーメンが 仙一番台美味しい。辛味噌ラーこれが、外れなく美味しいメン。です。まあ、うまそうだね、確かに。はい。塩だと。塩は、札幌一番が。ああ、そうよね。札幌一番そうだね。豚骨はでも結構種類が豚骨あんはうのかまかっな。ちゃんです。ああ、うまかっちゃうまいうまかっね。ちゃんです。行列のできるシリーズわかります？ああ、わかるかな。あのシリーズ大体美味しいんですよ。あれ、めっちゃうまいよな、スーパーで売ってる。あんなに麺類が好きな人、俺生まれて初めて見たかもしれない。今日何食べました？今日は鮭、鮭と味噌汁とご飯。いいですね。焼き魚何が一番好きですか？むずいな。むずい。まあ、サバ、ホッケ。ねえ、めっちゃわかります。サバって美味しいですよね。サバはマジでうまいね。マジで好きです。ブめっ、リルもサバかホッケ。一緒やん。すげえ。いや、ホッケうまいよな、あれ。ホッケマジで美味しい。マやっぱジでう焼くまい。のいい。そう、サバもいい。サバ油はね、いっぱい使ってるああ、のが油がうまいよね。あ、ちょっと待って、どこだ。今日も麺ですか？今日ラーメン食べました。てか、毎日麺食べてるよね。うちの家はご飯があんま食べないんですよ。ああ、待って、炭水化物はもう麺。の、あの麺ってね、なんか決まってるわけじゃないけど、カレーの時ぐらいですかね。へえ、それは面白いな。麻婆豆腐もパスタで食べます。麻婆豆腐と、え、あ、パ、ま、パスタに麻婆豆腐がかかってるってこと。全然、美味しいんですよ、これ。まあ、確かに美味しそうやね、実際。美味しいけど変わってるね、なんかその、組み合わせ。焼きそばとかでも美味しいかも。あ、焼きそばに麻婆豆腐。麻婆麺みたいな感じで。ああ、へえ。美味しい。それは、親御さんがそれが好きってことね。パスタが、麺が好きっていう。プリルが。ああ、そうなの。好きです。あ、え、親は炭水化物あんま食べなくて、酒飲みなので、ああ、なるほどね。そうなんです。あんまりずっと食べてないですね、夜の時は。へえ、じゃあ焼き魚はどうやって食べるの？焼き魚はそのまま食べてます。あ、焼き魚、あ、じゃあご飯食べないんや。ご飯食べ過ぎるよ、そのまま。欲しい時は全然食べるけどって感じです。いや、面白い。焼き魚の時はじゃあ炭水化物はないってこと？ないですね。弟とかもいるんですけど、弟とかはご飯食べてるんですけど、あ、じゃあご飯がもう嫌い。嫌いではないんですけど、麺食べたいんですよね、どっちかっていうと。じゃあ寿司とかは？寿司は好きです。おあ、寿司は好き。寿司も好きです。そうです。たまにご飯の気分になることもあります。そう、牛丼とかも好きだし。牛丼はうまいよね。おいしい。味噌汁は飲むんですか？味噌汁大好き。あ、味噌汁大好き。ああ、やっぱ味噌味汁う噌汁まいよ大好きです。ね。プリル、お茄子の味噌汁が。ああ、お茄子の味噌汁いいそね。う、何の味噌汁好きですか？やっぱわかめがいいね、味噌汁は。わかめ美味しいです。わかかめ好めがきうです。まい、やっぱ。あれ。豚汁とかも好きですけど。ああ、豚汁はもう最高だね。もう最高です。こう。あれはもう、あれだけで。あれだけでいいな。あれだけでいい。本当にあれだけでいい。正直ね、正直、本当にあれだけでいい。わかる。もう、一応他のも食べてるけど。いけますよね、もう。すべてお任せってことそうです。そう、すべてそうやね。すべてお任せ。あ、いけたいけた。オッケー。いやー、でもその、味噌汁がね、うちの子供が結構そのお姫様とかお嬢様に憧れてて、ブリルもそれです。お嬢様、お嬢様になりたい。だからその本人はその紅茶を飲んだことないねんけど、その味噌汁を紅茶って言い張って、ずっとそのちょっと上品に飲んでて、
しいですね、うん、これ紅茶だよって言って、いや味噌汁だよって言って、いやこれは紅茶だからって言って、でも紅茶飲んだことない本人は一回も。かわいい。味噌汁をね、毎夕飯にだけ味噌汁を、そういうなんかほっこりした子供大好きだから、うん、なんか、うん、あ、そうだね、いやだからちょっとお嬢様の道をね歩んでるんですよね。アフタヌーンティーですよ、それは。アフタヌーンティーね。やっぱりお嬢様の、うん、紅茶飲んでた子供の時。あ、紅茶好きですね。好きにして飲んでました。ちっちゃい頃。あ、ちっちゃい頃からやっぱ紅茶を。そうです。たしなん、あ、やっぱお茶をたしなんでて。たしなんでましたね。すごい。ミルクティーとかから入ったんですけど。あ、確かにミルク、まあミルクは好きだもんね、子供。うん、そう、もしかしたらミルクティーぐらいから。なるほど。ハマるかもしれません。あ、いやでも確かにミルクティーは飲ん、喜ぶやろな、あげたら。うん。そうですね、いや、うん、そうそうそう、お子さんでも飲みやすいし。そうだよね、カフェイン取りすぎなければね。あ、そうか、そうか、でもカフェインが入ってるか、うん、確かにちょっと入ってるんで。あ、そう、紅茶家電がおすすめです。紅茶家電ってめっちゃ甘くない？紅茶家電甘いんで、多分お子さん飲みやすいかなって、うん、あー、思いますね。甘すぎる気がするな。ちょっとそう、糖分もあるんで。糖分すごそうね、紅茶家電は。そうそうそう、飲みすぎるとちょっとあれなんで、ね、うん、ちょっとあの、うん、早くしすぎるとちょっと飲みたい飲みたいってなっちゃうから。そうそうだよね。だからちょっと最初はなんかね、緩めのやつっていうか、その緩めであんまり甘くないやつがいいよね。これが大人の味だっていうのも。そうだよね。あ、子供の頃紅茶の匂い。そうだね、子供の頃から紅茶。俺小学校6年生ぐらいからだな、紅茶飲み出したの。あ、そんな子供の頃から紅茶を飲むって発想はなかったな。意外とそうですし、ちっちゃい頃は。でも自分も最初はなんかやっぱり飲めたけど、うん、あのオレンジジュースがやっぱり一番好きだった。まあまあまあ、そうだよね。普通はそっちだとそっちに行くよね。そのあのフルーツのジュースとかになるよね。まあまずはまずはね、そういうのから飲んでて、で、うん、全然いいと思いますから。うん、まあでもなるほどね。まあちょっとあげてみようかな、今度。いつか、うん、いつかあげてみようかな。そう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 、うん、あ、もしかしたらあれ合わないってなるかもしれない。うん、でもなんかね、そうだね、合わない。でもなんか頑張って飲みそうな気がするな。ちょっとそのお嬢様に憧れてるから、お姫様とか、うん。かわいい。え、その子供の頃からパスタ麺をばっか食べてたの？あ、子供、あ、そうですね。言われてみたら、子供の頃から。ずっとなんかミートソースパスタが、あー、うまいね。そう、めちゃめちゃ好きで、あれはうまいね、マジで。そうなんですよ。それでなんかそっからずっと気がついたラーメンとかうどんとかも好きで。なるほどなるほど。まあラーメンってあんまり、あ、でもラーメンも食べるか、子供の頃。いろいろあるか、袋麺とか。ミートスパはまあ最高だね。最高ですね。なんかずっと食べてました。お昼に食べるミートスパが最高だね、個人的に。あ、わかります。なんか、うん、夜に食べる。そう、夜じゃない、まあ、そうだね、うん、昼だよね、ミートスパやっぱり。なんかお昼に食べて、うん、なんかやるっていうのが、いやー、わかるわ、すごいわかるわ、うん、お兄ちゃんいるんです。お兄ちゃんはたらこパスタ派で、うん、あー、大人だね、うん、そうなんです、うん、たらこパスタ大人だね。そう、まだミートソース食べてんのか、うん、みたいな感じで。そう、気づいたんですけどね。確かにね、ミートソースのやっぱ味濃いからね。うん、そう、やってたらこは。ミートソースがわからないとは、逆に子供じゃねえのみたいな。いや、ちょっとマンマウント取り合ってて。そうした。やってました。え、今でもミート？今はマジで気分で変わるって感じですね。おお。な、あの、たらこってよりは明太子。ああ、ちょっとやっぱ大人になってるね、やっぱり。大人になってて。大人になったな。そうですね、うん。明太子は大人だな。そう、でも なんていうんだ、もう別料理だと思ってるんですよ、たらこっていうか明太子パスタを食べるから、ミートソースで食べるから、比べるようなもんじゃないと。そうそうそう、そうなんです。だからどれがパスタの味で一番好きかって言われると、ペスカトーレなんですけど。ペスカトーレってなんだ、どんなんだ。なんかあの魚介、あー、トマトみたいなやつ。あー、あれはうまいね。あんま食べる気はないけど、あれはうまいね。そうそうそう、あんまないんだけど、うん、ないからこそあると頼んじゃいますね。なるほど、確かにそうかも。なんかありますか、好きなパスタ。パスタ、パスタはでも、まあでもペペロンチーノやっぱうまいね。ペペロンチーノ美味しいです。
とかクリーム系、あとクリーム系のパスタがうまいね。あー、わかります。めちゃくちゃうまい。カルボナーラとか好きですか？カルボナーラうまいね。カルボナーラ美味しい。めちゃくちゃうまいね。うん、カルボナーラはもうどんな、やっぱりあの一番飯テロじゃないですか、なんかパスタ界の中で。まあそうやね、まあそのボリューミーっていうか、そのそそるものがある、ね、そう、うん、うわ食べたいってなる率が高いの。あれはそうだね、腹減ってる時に一番何を食べたいかってやっぱカルボナーラを入ってくる、ね、うん、美味しいね。それは間違いない。え、ちなみにラーメン食べるときはさ、その はい、どういういろいろやり方があるやん。その袋麺なのか、その麺、生麺も売ってるし、そのカップ麺もあるし。はい、ああ、そうですね。ラーメンは、正直どれも好きなんですけど、うん、まあでも手軽さで言うと、まあ、手軽っていうか、あのコンビニ行くことが多いですね、やっぱり。ああ、コンビニで何、どれ、カップ麺、カップ麺か、普通にコンビニで売ってるチルドっていうか、チルド、コンビニのラーメン。ああ、コンビニラーメンね、はいはいはい、はい、ね、ああ、はい、普通にチンするやつね。あ、そう、買うことが多いかなって感じですね。カップ麺は何がおすすめですか？俺あんま食べないんだけど。カップ麺はでも、コンビニじゃあんま売ってないかもしれないんですけど、一番美味しいのはニュータッチっていうところのシリーズ。ニュータッチ、スゴメン。あー、スゴメンって聞いたことあるな。そうです。それの仙台辛味噌ラーメン。仙台辛味噌ラーメン、これが、外れなく美味しいです。まあ、うまそうだね、確かに。はい、なるほどね。ちょっとあったら食べてみようかな。俺結構袋麺派なんよね。あ、袋麺好きでしょ。袋麺はやっぱうまいね。チャルメラとか、やっぱあの辺が。チャルメラ好きです。うん、チャルメラやっぱうまいよね。うん、無難にうまい。あとチャルメラかな、うん、あ、塩でチャルメラ、うん、うん、塩だと塩は札幌一番。ああ、そうよね、札幌一番。そうだね。豚骨は、いや、まあ塩はでもあんま設定しかないよね。確かに塩って言ったら札幌一番やね。で、豚骨はでも結構種類が。豚骨はうまかっちゃんです。 あ、うまかっちゃん、うまいね。うまかっちゃんです。確かにあの辺はまあ鉄板だね。うん、美味しい。でもなんか家でも作るラーメンって、生麺のやつがでもやっぱ一番俺うまいイメージあるわ。一番美味しいです。あれマジうまいよね。行列のできるシリーズわかります、うんうん、あー、わかるかな、うん、できます麺ですみたいな、うんうんうん、あのシリーズ大体美味しいんですよ。あれめっちゃうまいよな、スーパーで売ってる生麺で自分ラーメン作ったら。うわ、あれ美味しいです、うん、最近やっぱりなんかいろんなの増えてる気がします、ね。ああ、増えてるんや。ああ、やっぱそうなんや。確かいろんな、なんかあれよね、つけ麺とかも家でね食べれるようになってるし。あ、食べれますね、めちゃ、うん、確かに家で食べるの増えたな。セブンイレブンのつけ麺とかめっちゃクオリティ高い。あ、そうなんや。のがそうありますね。それは冷凍じゃなくてって感じ。どうやって作るの？それは冷凍です。あ、冷凍ね。冷凍のつけ麺か。それ冷凍ですね。なんか冷凍のつけ麺あれなんか作るの難しくない？ちょっとなんかよくわからん。うん、なんか俺も一回つけ麺をなんか買ってきたことあったけど、なんか作り方がよくわからんくて、なんかあのザルみたいなの入ってますよね。なんか中に入ってますよ。湯切りができますよ。ああ、そう、なんかそんなことしなあかんのかいみたいな。やっぱり、まあ、手軽に作りたいですからね。ね、そうそう、手軽じゃないよね。なんか結構ちゃんと作ってくださいみたいな感じよね。こうむずいよな。いや、でも飯トークかなり詳しいな。相当詳しいな。俺全然言うて全然詳しくないからな。麺類に対する並々ならぬなんやろ。情熱というか、うん、すごいっすね。てかあんなに麺類が好きな人俺生まれて初めて見たかもしれん。その基本的にご飯は食べずにその麺がメインっていう人は初めて見たな俺。